話し会をする前にお話の聞き方というのを今回話させていただきました。ちっちゃいお子さんからだん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 大きくなるにつれてお話の聞き方が変わってまいります。これは、小学校1年生ぐらいを考えています。で、聞くが1年生にしては難しいんですね、この字。でも耳目という漢字が横向きに入ってるよ、耳が入ってるよ、あ、先生、耳も入ってるよ、でここ習ってないけどね、心っていう漢字よ、というふうに説明をします。聞くというのは目と耳と心を十分に働かせるのがお話の聞き方ですよ。見えている、聞こえている、でも何も思っていない、それはお話を聞いた、せっかく聞いても、ああ面白かったけど何にも覚えてない、困りますよね。そこで、目と耳と心で聞くっていうのはどういうことか。まず頭の中に様子を思い浮かべてください。小さいお子さんは経験が少ない、言葉も少ないので絵本になっています。それから今日こう入れたしてまいりましたが、大道具、小道具、解説、いろいろ使ってイメージを作りながらお話を呼び聞かせをしていきます。でもだんだん年齢が上がるに従って自分の経験を増えてきますから、イメージが作れるようになってきます。そうするとそういう絵があまりいらなくなったり、オーバーな読み方がかえって邪魔になったりするような年齢にもなってまいります。でこの自分でこう想像するというのが自読、自分で読書する喜びにつながっていきますので、ここをしっかり押さえておきます。そのために大事なのがリアクション。今うんうんうんとこううなずきながら聞いてくださっていますが、これもリアクションです。では困ります。で、うなずくだけではなくて声を出してもいいんですね。おーとか、とか、なんでとか、そういう声を出していただいて構いません。もちろんそちらからお尋ねした時にはそれにポンポンポンと返していただけるととてもありがたいです。でそれからこのような拍手、そういうのもしてください。ただしお約束があります。続きが始まったら音、声はやめます。そうじゃないとお話がわからなくなってしまったら心の中でイメージを膨らませることができませんね。ですからここのところお約束、この一番下はお約束です。こことここは自由なイメージです。そして終わったらここ大事です。長めに書いてありますが、皆さんのプリントには少し短くしてあります。感想を添えてお礼を言うことを習慣づけてください。何々のところでびっくりしました、ありがとうございました。これね、大人になってから結構こういう場面たくさんあります。何か人がしていること、人が言ってくれたことを聞いたら、それに対してふんと自分の感想を添えてありがとうございますという場面たくさんありますよね。その練習です。まずは取り方です。お話ボランティアさんが来た時にもこれを続けていると子どもは当たり前にするようになってきます。で、これ人数決めます。だんだん慣れてくるとたくさん手を挙げます。いつまでもやっているといつまでも終わりませんので、2人目、3人目絶対言いたいけど次の話も聞きたいでしょ、ね、絶対言いたいけれどもごめん、お勉強もしないといけないしねと言って人数決めます。今日は2人です。今日は2人ですよ、はい。で言えなかった方は言えなかった人やもっと言いたかったことは最後に心のに残ったことを言葉や絵に書いてくださいということで、ご意見ご感想の中に書いてくださってもいいですし、それ以外のことも書いていただいていいと思います。小さいお子さん、大人もそうですが絵で書きたいという方は今書いたらいいと思います。見事を表したお子さんもいましたよ。この今日の読み聞かせは赤、今日の読み聞かせは青、そんなお子さんもいました。それでは目と耳と心でこれからお話を聞いてください。